モデルプレスイコール2023年7月31日、BTS のジョングク、ジャングコックが30日、グローバルファンダムプラットフォーム、ウェバースでライブ配信を実施。同日放送の音楽番組、人気歌謡の撮影時、メンバーの V、B が訪れていたことに触れた。写真、BTS ジョングク、バキバキの腹筋疲労、BTS、V、 ジョングクのソロステージ応援ジャングコックはソロデジタルシングル、7ブ14日リリースの活動のため、人気歌謡で初のソロステージを披露。同番組の出演自体が久しぶりだったこともあり、華やかなパフォーマンスで多くのファンを熱狂させた。そんな、人気歌謡の撮影現場に V がサプライズで駆けつけており、収録に参加していたファンが s n S 上にこの出来事を投稿。 本放送でその姿は映らなかったものの、事前収録では共にステージに上がって、セブンを踊る一幕があったという。ファン喜び、感動した、の声相次ぐジャングコックはウェバースライブでこの出来事に触れると、今日テヒョン、V、兄さんが、事前収録の映像が出た後、アンコールの前に来てくれて一緒に話したんです、と告白。その後ステージに上がったら突然歓声が聞こえて、 見たらテヒョン兄さんが上がってきてて。急に振り付けを教えてと言われたので教えたら、振り付け覚えるのが早くて一緒に踊ってくれて、本当にびっくりしました、と明かし、当時の驚きを振り返った。V の登場は完全にサプライズだったと見られ、その場で一緒に踊ったことも嬉しい予想外だったようだ。ジャングコックを応援しに来た V との絆が反響を呼び、 忙しいスケジュールの中で会いに来るところに感動した、2人の関係性が大好きといった声が続々と寄せられている。モデルプレス編集部